9月27日行われる自民党の総裁選挙に向けて8月27日に出馬表明会見をした河野太郎デジタル担当大臣そこで語られた経済政策民間主導の経済成長について詳しく聞いた政治ジャーナリストの青山和弘氏はこれまでの自民党によるバラまき型の経済運営を取り上げつつ河野氏の経済政策について 党内でハレーションが起こりうるし大きな転換だと思う躍動感のある労働市場を作るというのは労働市場を自由化して今後発展しなさそうな企業は発展しそうな企業に働き手を移していくことと発言続けてこれは中小企業を守ることばかりをやってきた自民党にとってすごい改革党内の反発は強いと思うが そのの覚悟はあるのでしょうかと質問これに対し河野氏は金利がどういうペースになるかは別として今のインフレ基調が続いていけば金利は上がっていく今まではデフレ基調で金融緩和と財政出動でデフレから脱却しようというのがアベノミクスでしたけれどもはやインフレ基調になっていますから国の借金の利息の支払いが増えていく。 今までのような使い方をしていれば、利払いで、首が回らなくなるとした上で、財政規律をきちんと取り戻すのが大事で、今予算でやっている事業の中で効果がないものは、積極的にやめていこうとしないといけないと主張した。さらに、今回のコロナ、その前のリーマンショック、アジア通貨危機と10年に1回ぐらい危機が来る。危機が来たときは、政府が財政出動をして、 皆さんの生活を支えなくてはいけない。しかし、のべつ幕なしにやっていたら、赤字はどんどん増えるとして、平時は民間企業が頑張ってくださいと、有事の時は政府が生活を下支えをする。だから、平時には財政の余力をちゃんと作っていく。今はそういう時期になってきていると述べた。中には、 レフレ脱却の瀬戸際にいる今やるのはよくないとの主張もあるがもはや財政規律の方に行くべきと考えているのかとの問いに財政規律の方に行かなければいけないそれから労働市場改革もと回答例えば企業の中でブラウン・管のテレビを作っていたがもう誰も買ってくれないとなるとその部門はやめないといけないじゃあ そこで働いていた人をどうするか。その人たちに積極的に新しいスキルを身につけてもらって、付加価値の高いところへ移動してもらう。焦点を働いている人に当てる政策が大事。続けて、効率が上がらない企業は一回終わりにして、そこで働いている人はセーフティーネットで生活を保障しながら、新しい技術を身につけてもらう。 今はこういう時期でどこも労働力が不足していますからとしつつ企業の経営者は個人保障をしている人がいてなかなか潰せないというところもあるその個人保障を早く足抜きをしてあげるということもセットでやっていく守るのは企業ではなくて人なんだと。その仕組みを作っていけば単にベアで賃金が上がるだけでなく次に付加価値の高い賃金の高い仕事に移れるようになれば 皆さんの給料も上がっていくと説明したこれを受けて青山氏は付加価値の低い企業は潰してもいいそれで新しい産業に移していくというのは生産性の低いと言われてる日本にとっては大事な改革だがやはり血を見る改革これで議員票が取れるかは心配と発言河野氏は議員の中のハレーションはあると思うが世の中的にはまず意図を しっかり理解をしてもらわないといけないと応じた今企業が正規雇用を増やしたくないのは業績がうまくいかない時もその人たちを抱え込んだままやっていかないといけないから結局契約社員派遣社員パートになってしまいがち正規雇用の人とそれ以外の人とで待遇や賃金はすごく格差ができていてこの社会の分断を生みかねない 短い時間で子育てをしながら働く人介護をしながら働く人長い時間働ける人いろんな人生のステージによっての働き方がある正規雇用か非正規雇用か二つに一つとなってしまうと選べない正規非正規の区別なくいろんな働き方ができる柔道性、上がったり下がったりいろんなことができる労働市場を作っていきたい 以下はネット上のの意見をまとめたものです国家議員さんは効率が上がらず居眠りしている人が多いのでまずご自身の身の回りから整理するとよいのでは兵庫県知事と同じ族に所属している発言なのでついでに成果の上がらない自身の待遇も考慮した方が良い大手企業がため込んだ内部留保や海外での儲けを どう還元していくかということを語ってくれる候補者はいないかな日本の経済が上向かないのはお金の流れも保有も偏りすぎている上になかなか使わずに貯め込んでるだけだからだと思うのだけど財政規律も大切だけど普通に成長して国民全体が豊かさを感じられる国にしてほしいと思うリスキリングについては反対するものではないけど 考え方が甘いと思う。半年や一年勉強したくらいで即戦力になれるような仕事はそんなに多くないのでは。河野さんは全然わかっていないと思う。財政は民間企業と国民の納税によるものだから税収が下がれば有事の際に国ができることも限られてくる。効率の上がらない企業は大企業に安い労働力を 提供していいることを知らないのですか古いものイコール悪いものではありません。政治家と違って企業に寿命はありません。99%の中小企業を切り捨てたら困るのは大企業です。森を育てるには一本一本の木も大事なことが分かっているのだろうか。河野さんにトップは無理だと思いました。理論は賛同します。 が、目の前の風景を見ると私は都市部のベッドタウンに住んでるから河野さんの主張はやむを得ないと思うけど車で1時間走る山間部に入ると数軒しかない集落でも電線はある道路は舗装されてある雪が降れば除雪仕事はあるこれらはほぼ生産性のない無駄な税金で地元の高齢経営の土建屋だけが潤って社長は議員になっている つまり、まず村の消滅問題である。自然消滅を待つか、行政消滅とするか、その判断はどうするか意見を聞きたい。従業員の生活保障は、失業保険や生活保護か。失業保険は、最大1年くらいだし生活保護は、資産があれば受けられない。どうするか、はっきり明言してほしい。簡単に転職などを考えているようだが、 様々な年代が稼いでいでる。若手ではなくミドルシニアの求人がどういうものかご自身でハロワや転職情報の求人情報を見ていただきたい今の政治は本当に大企業にしか向いてない中小企業が多くて何が悪い何でもかんでも生産性みたいに刺させたらどうなるかを考えたら世界中の失業率見てみろ働くところない人いっぱいいるだろそれに 外国人に入れたらさらに給与水準が下がるだけだこの30年間自民党に騙される続けたんだからこの人たちのしゃべることには裏があることを認識しないといけない河野さんはマクロ経済が理解できていないのがはっきりしましたデフレ不強化で失敗した経済のスリム化強靭化というロジックをもう一度やろうとしていますなぜ産業で 収益性が違うのか、生産性が違うのか、それを本気でやるのなら、過等競争に陥っているデフレフ共輸出の中国からの輸入に、欧米諸国みたいに交換税をかけて、国内産業の保護をしてからでないと無理です。それをやらずに産業を潰せば、大量の失業者やよくて、非正規雇用を正規雇用からの転換を促します。そうなると、今度は、 税収が落ちて足りないので、消費税30%とかになり、イラチ税は、虎より申し落ちでいくことになります。自民党の伝統的な考え方とは大きく異なります。喜ぶのは、外資だけですね。